にゃんさんのパスタフェが的確かつ食べる姿が多かった。いや、にゃんさんにはだいぶあの時ほんまに圧かけられたからな。ナポリタンで高得点つけたら、にゃんさんがそのナポリタン食べて、まあパスタとしてはともかくケチャップが好きなハイタニ君みたいな人にはいいんじゃないかなとか言って、あと何やったっけ、他にもなんか俺いろいろやだよな。あとあれボンゴレビアンゴや、あのアサリが入ってるボンゴレビアンゴみたいなやつ食べて、で俺がまあアサリが美味しかったんで結構良かったですねみたいな点数つけたら、にゃんさんがいやでもボンゴレビアンゴ感が全然ないねみたいなこと言い出して、えボンゴレビアンゴ感ってなんすかみたいな言ったら、ああでも子供の頃から俺みたいに家でボンゴレビアンゴ食べてる人じゃないと分かんないかもねみたいな、普通は家で出てくるのはナポリタンとミートソーススパゲッティの2択だからね、はっはっはみたいな。だいぶだからバカにされましたよあの日は本当に。あいい。いやこれノーヒグですからねマジで、ほんまに言われたからね、あー俺みたいな子供の頃から家でボンゴレビアンゴをみんな食べてないからねみたいな、普通はミートスパゲッティとナポリタン食べてるからねみたいな。しかもまあその通りやしな、実際その二択やからな。まああとはまあ明太子クリームと パスタみたいなのがたまに出てくるからぐらいで、まあ、基本その2択やからね。ボンゴレビアンゴなんか絶対出てこいんやろ家で。うわでかっ、わかんない、うわー分かんなかった今。いやこのピアノスはなんかな、 V シフト使った方がいいんかな、たまに絶対きついやなこの組み合わせ、絶対きついよなこれ。あ強勝利使うんかな、強勝利使う説はあるな俺。あ新龍拳か、新龍拳だ当然俺が作ったは 100% うまい。まあ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 それはそうなんやろうな。でもにゃんさん結構あの料理界に乗り気でしたね。料理界ぜひやりたいみたいな感じだったね。あかん投げられへんこいつ、歩きが遅い。死んでほしいな。
行ってくれ。よし。いや、ニャンシさんは相当出てくれるからな。確かに作るの好きだ。確かに食べてもらうのも好きだろうね。それはありそう。見られてたな。昇竜拳。おいしい、おいしい、おいしい。おい、埋まってない。もう押しゃ、埋まった埋まった。あぶら。オッケー、よっしゃよっしゃ。You win. あれ明日、あれ、いや明日休みじゃない、昭和の日じゃない明日。明日祝日だよ。え？あ、ああ、そうそうそう、朝、ごめん、明後日、明後日、金曜、金曜、そうです、明後日、明後日。失礼しました。そうです。明日はシュートとマシュマロやった。夕方、あの、2時から。スキル1ってなんや。あのあれか、消えるやつか。消えるやつだね。はい、すまんね、曜日感がなくて痛い。ああ、勝利が負けたね。あるあるです。死ねい。剣の後ろが気持ちいい。金曜から。でも今回はその普段飲まないものやからリスクがないよね、牛乳と違って。埋まらね。コーヒーより苦手っすね。苦いもんだって。いやー、後ろ投げだろ。後ろ投げでしょ今の。You win.